ということで今回もやっていきたいと思います。さあってことで次の町に向かいますか。なんていうとこやった、キーなんとか。おお、びっくりした。お町なんでしょう。まだ私に何か。ナックルシティに用事があるんだけどね。あんたもついてくるかい。次のジムスタジアムに向かうならナックルシティに戻るんだからさ。ああそうなんや。喜んで。まあついでさ。道中お話ししながらナックルシティに戻りましょう。まあナックルシティに普通に用事もあったしな。お、着いた。はい。ナックルシティ、相変わらず誇りっぽい街だね。言い方。まあそういうのを好むポケモンもいるからね。ふんふん。で、解散すか。あ、解散すか。なるほど。ナックルシティはこっちってことか。ね、私ちょっとナックルシティに用事があるのは、さっきのアラベスクタウンやっけ。アラベスクタウンで、あれなんよ。燃えるような、炎の服がどうのこうのって言ってん。確かここのブティックにあったはずやけん、その服をちょっと買って、炎の服に着替えていくものの、あまりのダサさに、文句が止まらないアユナ。行きますか。やばくない？超ダサいんやけど。てかサングラスが壊滅的にダサいんやけど、それ以外はいいけど。よし、じゃあちょっと、まあ、ここまで一緒に帰ってきたはいいけど、どうせね、飛べるけん。これでアラベスクタウンに戻ります。空飛ぶタクシー。はい、戻ってきた。どうよ、全身揃えてきたよ。君、俺の燃え上がる気持ちを表現しているような服を。炎を感じるデザインの服を俺の前で着てくれないかね。なんだいそいつは。まるで俺はポケモンになったようだ。炎を感じる熱いアイテムなら身につけることで気持ちが変わり、俺を炎ポケモンにしてくれる。気を使ってくれてありがとう。ささやかなものだが受け取ってくれ。アクロバットの技は道具を持っていないとダメージが増えるのだ。どういうこと？おお、技マシーン78、アクロバットを手に入れた。やった。軽やかに相手を攻撃する。自分が道具を持っていないとき大きなダメージを与える。ふんふん。やったね。とりあえず、解決したっぽい。服装を戻してこようかな。はい、ナックルシティへ。そして私はちょっと服装を戻してきます。今の格好がよほど気に入らないらしく。足早に着替えに行くアユナ。ほい、戻してきました。ふう、ちゃんと女の子らしい格好に戻ったぜ。ん？あれビートじゃない？よね。確実にそうよね。どうなったの罰は。チャレンジバンドも剥奪され、ジムチャレンジャーでなくなった。僕の姿を見に来るとは、あなたに余裕なんかあるのかい。おお、ジムチャレンジャーじゃなくなったんや。剥奪された、マジで。さあ、あなたの実力に合わせた控えめな態度なんですね。だけどね、僕は諦めていませんよ。委員長のためチャンピオンになります。だからもう一度ジムチャレンジに参加できるよう頼みますから。そうですか、頑張って。あ、まだいたの。おや、あの子どうしたの。いかにもピンクだね。ここ候補もしかして。まっすぐだしひねくれてもいる。どっち？いいね。そうでなければ人間の幅は出てこないよ。まっすぐにひねくれてるのが。よし、ジンミッションだよ。ピンク。ピンク。ピンク。おめでとう。もしかして女の子なんかな？僕っ子やったりする？なんかね、どっちの性別かよくわからん感じはあるよね。あなたはポプラさん？いきなり何をなさるんです。あんたオリーブなんかにイオンに使われ、必死に願い星を集めたのに、見捨てられて困ってんだろ？私についてきな。なんとかしてやらんこともないよ。もちろんあんたの頑張り次第だけどね。僕を試すのですか？いいでしょう。むしろあなたに認めさせ、願い星のことを教えてもらおうとしましょうか。じゃあね、あんたはキルクスタウンに向かいな。そっか、キルクスタウンやね。7番道路はわかるだろ？いけんかった方向かな、エールダンがおって。何最後の。てかあれはポーラちゃんはどうなったん。ポーラちゃん
アラベスクタウンにいたフランク君、かっこ、おじさんに手紙を頼んだ。ポーラちゃんをプチ迷子になりながら探すアユナ。あ、ここやね。あ、おらん。おらんくなってる、ポーラちゃん。おや、何か落ちてる。アユナは霊界の布を手に入れた。霊界の布。恐ろしく強い霊力が込められている布、あるポケモンが好んでいる。お手紙届けてくれてありがとう。声だけ聞こえた。よかった。ちゃんとでもね、届けたことは分かってくれたのね。そしてお礼にこれをくれたってことかな。どうも。よ、ジンバッチャー集まってる？まあ、順調に。ラテラルタウンの遺跡をいろいろ調査していたけど、剣と盾、2匹はどんなポケモンで、今はどこにいるんだ？まだまだ分からないことばかりで、もう一度宝物庫のタペストリーを見たくな、うおー、なに？シゴゴン、どんな音？てか、ねえ、あんな遺跡の中に建てられとる像のポケモンが今も生きとると思うもんかな？おらんと思うんじゃない普通。嘘でしょ？っていうか何の音？それね。エールダンかな？なに？どこ？ジムから？揺れたのはナックルスタジアム。ローズ委員長の地下プラントがある場所？怪しげな研究しようやないなんか。大量のクローンおばあちゃんの製造とか？パワースポット？ん？何？どうした？どうしたの？パワースポット探しマシンが反応している。そのままの名前やね。ここでダイマックスできるの？よ、ソニアにアイナくん。ちょっと揺れただろ。おう。ローズ委員長がまた何かのテストをしてるんだな。ナックルシティでポケモンがダイマックスしちゃうかも。そうなのか？では委員長に伝えておくか。え、それは、そのスタジアムがあるところ以外でってこと？ダンデくんは迷うでしょ？私も一緒に行くよ。そんな迷うほどでもないと思うけど私楽しみなんだよ、あなたが戦う決勝戦だから。揺れのこととかは私ら大人に任せて、キルクスの陣バッジ取りなよ。お、ありがとう。ん？あれはホップ。あ、あゆな、ナイスなタイミングで。なんで駅の中にいたの？どっか行ってたの？あ、電車で帰ってきたのかな、こっちまで。森もクイズも迷いまくったけど、ようやく追いついたぞ。7番道路で相手をしてくれよ。ちょっと気合を入れたいんだ。だいぶ元気になったっぽいね。よかった。さあ、それじゃあ向かいますか。あ、ちょっと待って。ボール買い足してきとこ。アラベスクタウンのジムをクリアしたことで、ハイパーボールが買えるようになり20個購入。これでより一層捕まえやすくなったね、きっと。この辺りのポケモンはスーパーボールぐらいでいいかな。あ、こっちにもポケモンセンターあるんか。こっちのポケモンセンターも行った、私。あ、てかこっちから来た？え、違うよね。え、わからねえ。ヘアスタイルをキープするため、毎日ヘアサロンに通ってます。あ、来てないかも。チャンピオン強すぎるんだから、相手はポケモンを10匹連れて行ってもいいんじゃない？ 10 匹。それはよろしくないんじゃないの。列車のお客さん、皆さんどれだけ強いのか想像しながら仕事しています。みんながみんなトレーナーとは限らないのでは。まあ、でもこういう世界やったらそういうもんなのかな、わからんけど。キルクススタジアムでのジムチャレンジに挑戦してみましょう。7番道路。あれ、こっちから来んかったっけな。気のせいなのか、別の方向からなのか。あ、おったおった。アイナ、強くなるためあれこれ試す。出なければ兄貴に追いつく。いや、追い越すなんてできないぞ。つまりというか、ズバリというか、俺とポケモン勝負してくれ。了解、全然いいよ。ポケモントレーナーのホップが勝負を仕掛けてきた。はい、来たよ、オールット。いけ、エスパー。君が頼みの綱。よーし、今回のメンバーでどれだけやれるか試してやるぞ。よし、ここはもう、容赦なくいく。火炎ボール。いけー。ふう、一発。お前の戦い方、どこか兄貴に似てるかもな。マジで？よくわからんけど。どこか、中二病的なところとか。お、カラナクシレベル33。残りのポケモンも、エースバーンのレベル差ゴリ押しで容赦なく倒していくアイナ。ポケモントレーナーホップとの勝負に勝った。トレーナーの俺が迷っていたら、ポケモンたちも力を出さないな。よし、オッケー。お、クラブ進化？
おや、クラブの様子が。クラブって何になるんやったっけ？キングラーか。はい、来たー。おめでとう、クラブはキングラーに進化した。やったね。キングラーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。キングラー、ハサミポケモン。硬いハサミは1万馬力のパワーを持っているが大きすぎて動きが鈍い。なるほど、力の代わりにスピードが。あ、コイキング、ギャラドスに変わってくれる。おや、コイキングの様子が。コイキングのまんまじゃあれやけど、ギャラドスになった途端にめちゃくちゃ強力になるけんね。おー、いいよ、いいよ。おめでとう、コイキングはギャラドスに進化した。嬉しい。ギャラドスのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。使える子になってくれたよ。ギャラドス、凶悪ポケモン。あ、水飛行なんや。ドラゴンじゃないんやね。非常に凶暴な性格。口から出す破壊光線は全てのものを焼き尽くす。お、噛みつくを覚えた。最初はまだちょっと優しい感じの技。おおっと、進化連続。おや、チェレンボの様子が。てか忘れさせる技もないぐらいに技がなかったのか。何、どういう状態？おめでとう、チェレンボはチェレムに進化した。顔がないけど開くんかな、あれ。チェレムのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。チェレム、桜ポケモン。ネガフォルムやって、なんかいろんなパターンがあるん。つぼみの間はおとなしくほぼで動かない。日の光が出るのをじっと待っている。あ、じゃあ日本バレとか使った時にはなんか開くってことなんかな。よくわからんけど。パワーも変わったりするんかな。あー、ほらほら、日本バレ。多分これで姿が変わるんじゃない。日本バレってこれでパワーアップするんならね、うん、覚えておいた方がいいんじゃないかしら。1、2のポカン。可愛いんかな、中身。チェレムは手助けの使い方をきれいに忘れた。そして新しく日本バレを覚えた。オッケーオッケー。待って、連続すぎないですか。おや、カラナクシの様子が。これをずっとホップは目の前で待ってるのか。おー、可愛いんだかどうだか微妙やね。おめでとう、カラナクシはトリトドンに進化した。トリトドン、海牛ポケモン。東の海。紫の汁を出して敵を威嚇。毒はないが一度つくとなかなか取れないぞ。嫌やね。なんか変な匂いしたりするんかな。あ、ごめんね、待っててくれて。旅に出る前、テレビで見ている兄貴はたらたら強く眩しかった。今ならどれだけ強いのか、俺に何が足りないのかわかる。だけど俺も強くなってるぞ。お前よりスピードは遅くてもな。相手してくれてサンキュー。ポケモンを元気にするぞ。ありがとう、回復してくれるん。助かる、それは。俺の願いが分かってきた。俺は兄貴と戦いたい。いや、無敵のチャンピオンである兄貴に勝ちたいんだ。勝つんだ。決めた。キルクスタウンでジムバッジを貸し取ったら、またお前にビシッと挑むぞ。めっちゃ元気やね。よかったよかった。まあもう、ビートもいないことだし。あれは何のポケモンだろうか。てか、トレーナーさん、どうも。モデルですもの、パートナーの良さをアピールさせていただきます。モデルなら自分の良さをアピールするんじゃないの？違うの。モデルのマイクが勝負を仕掛けてきた。いいトレーナーさんね。パートナーの良さをアピールしてる。アピールしたつもりはあんまなかったんだけどね。みんなの憧れになりたいの。そう、チャンピオンみたいにね。なるほど、なんかめっちゃ走ってきた。お、野生のニャイキング？ニャースかと思ったけど、進化系か？ペルシアンではない、ということよね。そう、ペルシアンではないということは知っとったんやけど、ニャイキング、こんな感じなんかな。レベル41結構、やねん。どうしよう。もうちょっと低めのレベルの子でいこっか。カメテテぐらいでいい？ニャイキング。なんか、そんなに大きくは変わらんのやね、ニャースと。鋼系かな。一応、ガラルのニャースが鋼やったと思うけん。捕まえたい、ぜひとも。原子の力。おっと？
いや全然大丈夫全く持って大丈夫。頑張れ、頑張ってちゃんと攻撃するんだ。お、オッケーオッケー。原子の力、待って、思った以上に効かない思った以上に効かない。ちょっと待って、連続斬りはキングだから威張るのか。頑張って頑張って。ああ自分に攻撃、ちょっと待って待って待って、結構効いたよ自分水鉄砲。なんでそんな相手を怒らせるような技ばっかりなの。ちょっと意地悪すぎないかい。挑発に乗らないで、ほら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 、よし水鉄砲。うーむ効かない待って他の子で行こう。ちょっと待って、どうだ。でもエースバーンで行ったらなんか倒しそうな感じがしてしまうよね。キングラーとかで行く。なかなか鋼相手は何が効くんやっけ。鋼に鋼って効くんやったっけなあんまり把握しきれていない。もう速攻で混乱してよ。あ、クラブから進化したらやっぱ結構でかくなったね。いけ、マットショット。お、いいよいいよ。あ、いい感じ。なるほど、地面がいいんやね。じゃあこれでボール投げてこ。ハイパーボール、ハイパーボール。ニャイキング結構レベル高いし。はい、ハイパーボール。いけい。さあ、ちょっと待って、速攻で出てきたんですけど。やめてよ。やめてよ。ちょっと待って、もう一回投げる。ハイパーボール。いけいけ。速攻で出る。もうちょっと減らした方がいいんかな、体力。ちょっと待って、もうちょっとだけ減らせる。とりあえず地面じゃない技を出していこう。シェルブレード、バブル光線あたりやったらどう。頑張ってキングラ。よし、オッケー、バブル光線。おお、いい感じいい感じ。よし、これでボールいけるやろ。ハイパーボール、ニャイキング、捕まえれそう。よっしゃー、やったね、やった、ニャイキングを捕まえたぞ。ふう、ニャイキングのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ニャイキング、バイキングポケモン。あ、そうなんや。頭の体毛が硬質化して鉄のヘルメットのようになった。とても好戦的な性質。確かにめっちゃ好戦的な感じ相手をすごく挑発してくる感じ。ん？エール団が吠える。やれやれマリー。こっち方面には行けないらしい。何あれ、あ、雲みたいな感じかな。あ、なんか光った。ここカオルキノコを見つけた。イエイ。野生のデンチュラが現れた。電気タイプかな。レベルは？お、レベル40。二度蹴り。いや、一度蹴りぐらいにしてくれたら。あ、いや、全然いける。これで多分向こうからの技もそんなに効かんと思うけん。二度蹴りを繰り返していきよったらいい感じに抑えれるんじゃないの。いけいけ。二度蹴り。レベルも高めのポケモンやし、これは捕まえておきたい。何かの進化系かな？それともこれだけなんかな？よくわからない。お、そろそろいける？いけんかな？あ、素早さを上げてきた。捕まえれるか。はい、ハイパーボール。さあ来い。はい、来たー、よかったー、デンチュラ捕まえた。ふう、よしよし。は
はい、デンチュラのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。やっぱ虫電気や。デンチュラ、電気雲ポケモン。電気を帯びてお腹の毛を飛ばして攻撃。毛が刺さると3日目晩全身が痺れる。へぇ、つら。つら。さあ、それじゃあ私はちょっと、びっくりしたー。ちょっと待って。めっちゃ追いかけられる。レパルダス。じゃあ君、私君持ってるから。持ってるからもういいんだって。レベルは高いのかもしれないけどさ。ってことでちょっと回復してきます。 Go go go。 はい、回復してきました。なんかこの辺 PP エイド。ポケモンが覚えている技のうち一つの PP を10だけ回復する。あのポケモンなんやろう。あ、消えた。弱かったんかな、私よりも。ん？ああ、なるほどね。どうも。タクシードライバーの仕事はいつでもどこでも大丈夫。ポケモン勝負も同じ。いつでもどこでも大丈夫さ。タクシードライバーなの、おじさん。タクシードライバーのノリスケが勝負を仕掛けてきた。全然タクシードライバー風ないけど。あ、でも、この世界のタクシーは空を飛ぶからってことか。そういうことか。なるほどね。なんか、飛空艇とかに降りそうやなって感じした。謎のタクシードライバーとの戦闘中、ずっとカムテテが可愛くないことを言い続けるアユナ。そんな中頑張って勝利していくけなげなカムテテであった。お、キングラーレベル35、ギャラドスレベル31。タクシーでどこに行っても孤独と敗北がつきまとうね。どうしたの。どうしたの。敗北つきまとっちゃダメじゃないか。ドライバーをしていて困るのは、お客様のことを忘れてアーマーガーが飛び続けるんだよ。え？どういうこと？お客様のことを忘れるとかあります？はい、ちょっとひたすら揺らしていく。ニャイキングがやってきそうな感じするけど。あ、でも落としよりっていうか揺らしよる間はこんのやね。さあ、来い来い。なんかいろいろと進んでいくにつれて新しい木の実も増えてきよる。ちょ、どこに行っても欲張りすなの？落ちてくるポケモンはすべて欲張りすなんすか？いいよ、欲張りす。強くなってるけども、どんどん。ピラノミ以外は全部ゲットね。オッケー、ありがとう。もらっていきます。追いかけてこないでください。ここから8番道路。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか道路っていうよりも遺跡っていう感じやけど、しかもなんか出口も見えとるよね。まあ見えとる方がめっちゃ遠回りになる場所の可能性もあるけど。